BMWM20 バイト25エンジン直列6、筆頭とは、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つ。シリンダーが6つ、直列に並んでいる。略して、I6、日本では、磁気6、L6 とも記載することがある。6つのシリンダー内で燃料を同時に燃焼させると、クランクシャフトに同時に負荷がかかり、エンジン全体が、反作用を受けて激しく上下に振動するため、 通常は6つのシリンダーが1つずつ均等なタイミングで燃焼工程に入る。6つのシリンダーの燃焼工程の順番はクランクシャフトにかかる負荷が均等化するように決まっており、多くは15364ストローク期間では吸入、圧縮、燃焼、排気の4つの工程でクランクシャフトが2回転する。 つまり、2回転6イコール120度であるので、クランクシャフトが120度回転するたびに一つのシリンダーが燃焼工程に入ると、最もタイミングよく力を取り出すことができる。エンジンの振動の面から見ても、カウンターウェイトやバランスシャフトを用いずとも一時、振動、二次振動及び風力振動を完全に打ち消すことができる構成であり、 直力のバランスの良さがもたらす滑らかさは、シルキースムーズとも例えられている。林吉正は、レシプロエンジンでは、振動がなく、パワーも出せる直列6気筒がベストであり、理想のエンジンを作るなら、直力か V12 の2形式以外あり得ないとしている。現在、直列6気筒の他に、V 型6気筒、水平対向6気筒、強角、 V 型6気筒という4種類の6気筒エンジンが、市販車用エンジンとして存在するが、水平対向と強角 V 型はごく一部のメーカーだけに限られ、6気筒エンジンのレイアウトはほぼ直列か、V 型となっている。なお、直列6気筒と V 型6気筒の相違点は、以下の通り。メリットデメリット以上の理由から、近年の普通乗用車では、V 型の方が直列より、 メリットが活かせるということもあり、直列6気筒エンジンは6気筒エンジンの主流の座から転落している。ただし、これらの動きは、ノッキング抑制のために1気筒あたりの排気量に足かせが課せられるガソリンエンジンの場合だけで、足かせのないディーゼルエンジンでは、小型化優先なら直列4気筒の方が出力優先なら、磁気6ターボの方が都合が良いことから直列6。 気筒は主流である。また、ガソリンエンジンでもターボ化が良い等のメリットが見直され、直列6気筒ターボエンジンで、V 型8気筒エンジンの代替を気とするメーカーも登場しており、衝突安全性も、側面衝突に関しては、大差ないなどでメリットについても、技術革新によって改善しつつあり、ダウンサイジング用やモジュラー化用のエンジンの候補として、時期力が見直されつつある。 BMW7 シリーズの 740i に搭載されている縦置きの直列6気筒エンジン全輪駆動方式に横置き磁気6エンジンを組み合わせた例がかつての BMC に存在したが現在のボルボでは同様のレイアウトでクラッシャブルゾーンを確保している VW バナゴンでは磁気号を横置きとしていたまた極めて磁気6に近い強格 V 型6気筒エンジンも採用された。また、中・小型のキャブオーバー車では、縦置きでは、長いパワートレインが収まりきらず、短いボンネットが必要となる。直列6気筒を2つ並べて配置した形状の V 型12気筒エンジンもバランスが良く、静粛性と高出力の両立が求められる、高級車に搭載されてきたが、フォルクスワーゲングループのフォルクスワーゲン、アウディ、ベントレーなどは、 W 型12気筒エンジンを採用し始めている。一方、日本では1960年代から高速道路網の整備で大型商用車の高出力化が進んだが、一定速で巡航できる状況が少ない背景から、ピックアップの良い大排気量、マルチシリンダーの自然吸気エンジンが好まれ、1990年代終盤までは、特にダンプカーやミキサー車などの作業車のみならず、大型バスでも、 路線、観光を問わず、下級エンジンは極小数に止まっていた。一方、欧州ではコンパクトで軽く、燃費や排出ガス浄化にも有利なため、インタークイラーターボ付き直列6気筒で発展してきた。また、大排気量化しても振動が少ない利点もあり、排出ガス規制の強化や将来の燃費規制を踏まえ、日本でも2000年代に入ると、 大排気量も無火球も受け入れられなくなるとの予測から、新短期排出ガス規制、新長期排出ガス規制を機に、各メーカーともターボ付け直列6気筒に移行した。2019年の時点で生産されている自動車で、直列6気筒エンジンを搭載している、現行車種は以下の通りである。古くは1920年代に、縦置き直列6気筒を搭載した。 ヘンダーソンモーターサイクルの事例が知られるが、近代的な並列6気筒の初採用例は、のホンダが1964年から1967年にかけて製造した 250cc、350cc クラスのロードレーサーである。市販車両としては、イタリアのベネリが1972年から1989年にかけて発売した。 ベネリ製が初めてこの形式を採用した。ホンダも市販車として1978年に空冷 DOHC4 バルブの CBX1000 として開発。海外専用モデルとして量産、輸出が開始された。また同年には川崎から水冷 DOHC2 バルブの KG1300 が発表され輸出が開始された。CBX1000 は1982年。 KG1300 も1989年には輸出販売を終了し、その後は2005年にコンセプトモデルとして鈴木からストラトスフィアが発表されたのみで、2016年現在日本のオートバイメーカーには直列、または並列六気筒が採用された車種は存在しない。海外メーカーでは2011年より BMW、 モトラットから大型ツアラーの K1600GT GTL-B が発売されている。BMW の6気筒エンジンは2009年のミランモーターサイクルショーにて出展されたスポーツコンセプトモデル BMW コンセプト6で初公開され、その後ツアラーである BMWK シリーズの最上位モデルのエンジンとして一般発売に至ったものである。 小松新潟鉄工所新潟原動機カミンズありがとうございます。